川町2期6号棟にやってまいりました。玄関です。左が玄関玉収納ですね。アウトドア用品やたくさんのものが入ります。そしてすぐ左側には洗面所がございます。白で統一された清潔感漂う洗面所ですね。三面鏡のついた大きめの洗面台がございます。窓は縦長で換気性能も良さそうです。そして浴室です。広めの浴室ですね。浴槽も大きいですね。はい、大きめの窓と24時間換気ございます。そして大理石の模様の壁面が一面を覆ってます。洗い場も広いですね。はい、続いてまいりましょう。トイレです。このように階段下のエリアをうまく使ったトイレです。はい、一面がアクセントクロスで単調な空間を彩ってます。いい雰囲気ですね。そしてリビングですが、少し素通りして和室に行ってみましょう。和室です。障子がやはりいいですね。日本人は和室、畳の香り、これが落ち着きます。そして押し入れも3段の棚があって、収納力たくさんあります。そしてリビングです。このように和室と隣接してますので、和室をオープンにしておけば広くお部屋を使うことができます。キッチンサイドのアクセントクロスも非常に印象的な雰囲気です。そしてキッチンです。キッチンですね、このようにシステムキッチンは非常におしゃれでいいですね。はい、ガスレンジとレンジフード、そしてここで調理をしながら炊事場ですね。シンク広いですね。あ、ここのパントリー広いですね。たくさんのものが入ります。これは奥様が喜ぶんでしょうね。たくさんのものが、食器も含めて入ります。あ、そうですね、こちらリビングの中にも収納エリアがありました。いいですね。そして背面にも窓があるということで、非常に明るいお部屋作りができております。そして奥様に大好評のリビングイン階段ですね。これはね、奥様が大きくなっても必ずリビングを通ってお部屋に入っていく、そして会話を、ファミリーの会話ができる、いいですね。はい、2階に上がりました。2階のまず右手にはこのように2階の収納エリアがございます。奥深でたくさん入りそうですね。はい、右手のお部屋です。明るいですね。はい、このように非常に明るいお部屋が配置されてます。クローゼットも奥深くよく取られております。真ん中のお部屋です。真ん中のお部屋からはこのようにクローゼットがあって、プライバシーを守りながらバルコニーに出れると。隣の部屋からもバルコニーが出るということで、2部屋からの出入りが可能ということになります。最後のお部屋行く前におトイレです。トイレも1階と同じような雰囲気の作りの程よいいい空間が出来上がってます。毎日ゆっくりできそうですね。そしてこのバルコニーからはこのように日差しもしっかり降り注ぐ、お隣との境も少し空間を取ってありますので、そよ風もしっかり入りそうです。そして
ちらのウォークインクローゼットは L 字型でたくさん入ります。もう2畳ぐらいあるんじゃないですかね。これだけあれば収納力抜群です。はい、大変素敵な 6号棟でした。皆さんぜひ足をお運びいただいてご確認ください。お待ちしております。